ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国のユニコーン企業の不振についてお話ししていきたいと思います。中国では今から約7年ほど前に企業ブームが起こり、ベンチャーやスタートアップをはじめとする多種多様の企業が史上稀に見る規模で誕生することになりました。改革開放以前の中国ではそもそも民間企業の存在すらが認められていなかったわけですが、近年のこうした流れもあり、中国の企業数は年々増加を続け、今年初めの時点では上場企業の数だけでアメリカの 2.5 倍に当たる約1万1000社が登記されています。しかし全体の数を増やすということだけで言えば順調そのものとも捉えられるわけですが、その中身に目を移すと、不動産バブルの崩壊以降に相次いだ不動産開発業者や他業種の大手企業の経営危機に代表される通り、決して順調とは言い難い現状が存在しています。そしてこのことは実は中国のユニコーン企業についても例外ではありません。ユニコーン企業とは創業10年以内で評価額が10億ドルを超える未上場のベンチャー企業のことを指し、中国はかつてこの分野においてアメリカと並ぶほどとなると言われていました。ところが近年ではその増加数が一挙に減少し、国別の企業数で見れば世界第2位を死守しているものの、総数ではすでにアメリカに2倍以上の差をつけられているんです。そこで今回は中国のユニコーン企業の衰退についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。昨今中国について話題になることが多いのが過剰生産の問題です。電気自動車にしろソーラーパネルにしろ、中国が国内で大量に生産した製品が国外に輸出され、諸外国の市場に価格破壊が起こるという現象はしばらく前からデフレの輸出として懸念されており、最近ではそれらの輸入国においていくつかの具体的な対応が取られ始めています。もっともこのような現象は国外から見れば深刻な問題に違いありませんが、少なくとも中国の国内に限れば輸出の拡大という意味でも、あるいは生産の増加に伴う品質とコスト競争力の向上という意味でも、企業を中心に多大な恩恵を生み出していると言えます。実際現在の中国の市場を支えている中品質中価格の製品やサービスに関しては、そのかなりの部分が中国企業によって供給されており、米中の対立が顕在化して以降は市場別の中国ブランドのシェアが軒並み上昇するという流れも生まれています。またこれに加えて、中国企業に関して近年特に目立っているのが、新たに誕生する企業の数と上場企業数の増加です。今から40年近く前までは、中国に存在する企業はその全てが国有企業でした。しかし改革開放契機として民間企業の存在が認められるようになると、一気にその数が急増することになり、数度の企業ブームを経ながら今日に至るまで右肩上がりの状態を続け、その一方で上場企業の数についても同じ推移を続けてきたんです。中国国家統計局の発表によれば、民間企業を中心とする経営主体の新規登録数は昨年だけで約3200万社に上り、上場企業数に至っては今年初めの時点で約1万1000社となっています。上場企業数の1万1000社というのはもちろん世界最多の数字です。さてそんな中国企業ですが、このような中にあって、やはり特段の注目を集めるのは世界的に見ても飛び抜けた特徴を有する一部の企業群だということになります。例えば過去10年ほどを振り返った時に、世界のビジネス界である種のブームを作り出した存在としてユニコーン企業を挙げることができますが、このユニコーン企業をめぐって中国では過去数年の間にとても大きな変化が起きています。ユニコーン企業とはつまり
創業10年以内、未上場、評価額が10億ドル以上、テクノロジー分野のベンチャー企業という4つの条件を満たした企業のことを指します。この言葉が使われ始めたのは2013年頃のことで、当時はこれらの条件に合致する企業が極めて珍しかったため、幻の動物ユニコーンになぞらえてこの名が付けられました。中国国内でこのユニコーン企業が大きな注目を集めたのは2018年のことでした。中国では同年だけで156社のユニコーン企業が誕生し、ライバルのインドに大きく差をつけると同時に、世界一のユニコーン企業数を誇るアメリカに一気に接近したことで、瞬く間に国家の威信を示す存在として認識されるに至ったんです。ちなみに世界のユニコーン企業のうち、2018年時点で最も企業価値が高かったのは TikTok で有名な中国のバイトダンスでした。ところがこのような上り調子の状態はすぐさま終焉を迎えることになります。2019年の上半期に国内のベンチャー投資が前年比で 73% も減少したことで、一挙に新進企業を取り巻く環境が悪化し、ユニコーン企業の増加数も激減。2022年は40社誕生、2023年は15社誕生と、156社が誕生した2018年の勢いは見る影もなく、大きく低迷してしまいました。たったの5年でユニコーン企業の誕生が10分の1にまで減少したわけですから、これはかなりの凋落ぶりです。そしてそこで気になるのはやはりその原因です。ベンチャー投資の激減が一つの引き金になったとして、それ以外には一体どのような要因があったのでしょうか。まず第一に挙げられるのは、中国のユニコーン企業が製造業に偏っているという点です。中国の経済はいわゆる工業化段階とポスト工業化段階が混在するという特性を持っており、このことから金融やテクノロジーといった分野が一定の地位を占める一方で、製造業の果たす役割に非常に大きなものがあります。加えて同国では中国製造2025年に代表される国内の製造業をさらに拡大させるという政策もあり、ユニコーン企業の多くもそうした流れの中で半導体、化学工業、機械、自動車といった領域の事業を行ってきました。しかし現在、世界のユニコーン企業の主流はデジタル科学技術、AI、インターネットに関する製品やサービスを開発、提供している企業であり、アメリカやインドを筆頭とした多くのユニコーン企業を抱える国々でも、旧来の製造業というよりもこうした分野に焦点を絞った支援が重点的に行われています。このような先端テクノロジーの分野は一般的に言って利益を生み出すまでのサイクルが製造業と比べて圧倒的に早いため、先ほど紹介したユニコーン企業の条件に照らした場合、こうした分野の企業の成長を後押しすることが賢明だというのがアメリカやインドの判断なわけですが、中国は政府の産業政策の影響もあってこれとは反対の方向に動いているため、世界の流れから取り残されそうになっているというわけなんですね。もっともこうした要因だけであれば、先ほどお話ししたような凋落は起こらなかったのかもしれません。というのも第二の要因として、ここ数年中国ではユニコーン企業の成長の土台となる経済的な要素がことごとくと言っていいほどマイナスの方向に振れているんです。例えば今お話ししたことと直接関連するもので言えば、2020年の末から始まったインターネット企業への締め付けがその筆頭であることは言うまでもありませんし、それ以外でも外国企業による中国への直接投資がここ数年大幅に減少していること、習近平政権が続ける国進民退路線によって収益性の低い国有企業が優遇され、収益性の高い民間企業が冷遇されていること、米中の貿易戦争後に始まった世界規模でのサプライチェーン再編に伴って、それまで中国が有していた国際的な生産輸出機能のかなりの部分をベトナムや台湾などが代替するようになったことも深刻な影響を与えています。そしてもちろん不動産バブルの崩壊後に起きた内需の全般的な縮小が大きな足かせになったことも付け加えておかなければなりません。これではもうユニコーン企業がそれぞれのビジネスを拡大する余地などほとんど残
されていないと言っても決して間違いではありません。しかも共産党の機関紙である人民日報によれば、去る5月5日に行われた非公開のシンポジウムで習国家主席はなぜユニコーン企業が減少したのかと質問したということですので、状況はさらに絶望的な段階に至っています。ユニコーン企業の勢いを止めた本人がなぜユニコーン企業が減少したのかと質問しているわけですから、これは完全なる地獄絵図です。権力者が経済音痴だと悲惨ですね。アメリカが首位を走り、インドが追走する中で、中国のユニコーン企業の不振は今後もしばらくは続くことになりそうです。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。